真田新兵5月文化6年8月6日は仙台藩士、通称優馬。母は八谷氏。天命6年5月、真田新陳の子として生まれる。イサムバ新兵と称した。完成3年9月20日、母の豊久が病没する。その2年後、今度は完成6年8月19日に父の新陳が病没してしまう。 新兵はこの時まだ9歳であった。そして、その年の12月に、仙台真田宗家を相続することになる。完成10年、曽祖父の真田新行が84歳という長寿で、没する。安永4年に隠居して以来、後を継いだ、信口新陳の相次ぐ家徳の病死を見届けた、晩年の死であった。文化4年西山氏の娘と婚姻する。文化6年8月。 新氷が病圧する。まだ子が授からず死がいなかったため、仙台真田氏分家の真田新地の長男、真田美雪清を養子師とすることを請願し、元、命された。真田美雪清は十歳で、仙台真田思想家を継ぐことになり、後見に、片倉村天が命ぜられた。同年八月六日、新氷は病没する。去年二十四。 我心に二節秋月小児と合し、上郭寺に葬られた。ありがとうございます。